おまじない。恵子はいじめが原因で学校を転校する。早くたくさん友達を作って家に呼んでね、とお母さんに送り出される恵子。しかし新しい学校のクラスメートたちは妙に態度がよそよそしくて、なかなか話しかけてくれない。その上、恵子の持ち物が盗まれたり、無言電話がかかってくるようになる。恵子は、これはいじめではないか、と思ったのだが、お母さんも心配させたくなくて、言い出すことができずにいた。そんなある日、恵子は、机や椅子に、不気味な模様が描かれているのを見つける。それは、呪いのおまじないのようだった。ショックを受けた恵子は、ついに自ら命を絶ってしまった。恵子の葬儀で、恵子さん、どうしてこんなことに、と号泣するクラスメイトたち。お母さんは、あなたたちが、恵子をいじめて、自殺に追い込んだんでしょ？あの子の日記に書いてあったわ、と、クラスメートたちに詰め寄る。だが、事実は全く違っていた。クラスメートたちは、可愛い恵子と仲良くなりたいと思っていたが、そのきっかけをつかむことができず、結果的に彼女を遠巻きにするような形になってしまっていた。物を盗んだり、無言電話をかけたのも、恵子への憧れの気持ちからだった。あの不気味な模様は、呪いのおまじないではなく、友情のおまじないだった。一人恵子の家に向かって語りかけるお母さん。お母さんね、昔親友に友情のおまじないだと偽って不幸になるおまじないを教えたことがあったの。だって彼女の彼氏が欲しかったから。その彼があなたのお父さん。その報いなのかしらね。葬儀からの帰り、恵子のクラスメートたちが話をしながら歩いている。ねえ、今回のことだけど、恵子さんが誤解をしたのも無理はないと思う。あの友情のおまじない、後で調べたら、本当は不幸になるおまじないだったの。そんな、あのおまじないを最初に言い出したのは誰？確か、先生ですよね。女教師は、冷たい微笑みを浮かべながら、こう言った。そうよ。昔親友から教わった、友情のおまじないよ。セールスマン。ある日チャイムが鳴って、その後すぐ、コン、ココン、コンコン、と、リズミカルにノックをしてくるので、ああ、これは友人だな、と思い、確認もせずにドアを開けてしまった。そしたら、布団のクリーニングの勧誘とかで、延々と話をされた。断っても断っても帰ろうとせず、おまけにドアを閉められないように、敷居をまたぐ形で立たれて。そのうち陰からもう一人の男が出てきて、布団の無料診断をさせてもらえませんか？と言ってきた。もうマジうざかったんで、必要ないから帰ってくれ、と、そのセールスマンを軽く押して、ドアを思いっきり閉めた。
その後すぐ覗き穴から確認をしたら、それまで笑顔だったセールスマンがものすごい形相でドアを睨みつけていて、これもしかして怖い関係の人かなと不安になった。それからすぐベランダでドカンとすごい音がしたので、びっくりして見てみると、漬物石くらいの大きさの石がベランダに投げ込まれていた。うちのアパートは1階で、駐車場に面してベランダがある。でもベランダから顔を出して確認をする勇気はなかった。それからも週に1、2度は勧誘と思われるチャイムやノックがあるんですけど、先日あの布団屋の時のようにコンココンコンコンとリズミカルにノックをする音が聞こえました。怖い、仕返しに来たんだと思って絶対に出ませんでしたが、ノックの音は全然鳴り止みませんでした。そのうちちょっと気になりだしたんで、静かにドアに近づいて覗き穴を見たところ、ドアにべったり張り付いて覗き穴からこちらを見ようとしているあの時のセールスマンがいました。これには本当にびっくりして思わず声を上げてしまいました。そうしたら、いるんだろ、ドアの向こうにいるんだろと言われ、もう怖くて怖くて部屋に逃げ込みました。しかしそこにはあのベランダがあります。カーテンはしていますが開ける勇気はない。開けたらそこにセールスマンが入ってきているような気がしたからです。それから数日間は友人の家を泊まり歩いたり、友人数人を部屋に呼んだりして何とか持ちこたえていますが、部屋に一人でいるのが怖くなってしまって、これからどうすればいいのか。怪しい人。私が中学3年生だった時のことです。隣町の大型スーパーに家族で出かけました。はじめ私は一人で文具売り場に行って、陳列棚の間で商品を見ていました。すると左手の方から人がやってくるのが視界に入ったので、後ろを通りやすいように商品側に寄りました。しばらくして、背中に何かがぶつかりました。振り返るとさっきの人が通り過ぎただけでしたが、私にぶつからないでも通れる十分な幅があったのにおかしいなとは思いました。次に私は CD 売り場に行きました。 CD を手に取って曲目をチェックしては戻すということを何度かしているうち、私の向かい側に人が立っていることに気がつきました。陳列棚は両側に CD を並べてあるので、向こう側の CD を見ているんだな、そう思っていました。しかししばらく経っても、その人はその場から動かないので、なんとなく私は顔を上げてその人を見ました。するとその人は、私を見ていたのです。私と目が合っても一向にそらそうとはしません。それどころか瞬きもしていません。たまらず私の方が目をそらしました。心臓がドキドキいっています。この人は一体何なんだろう。びっくりして私は移動しました。さりげなく別の CD を探しているふりをしました。やはりしばらくして、その男は私の向かい側にやってきました。
しかし今度はさっきとは違います。陳列棚の向こうは CD 売り場の外ですから、ただの通路なんです。ポスターこそ貼ってあれ、CD は置いていません。私が顔を上げると、やっぱり彼は私をじっと見ています。この瞬間私は思いました。文具売り場で背中にぶつかったのはこいつだったのか。あの時は後ろ姿しか見なかったが、服の色がなんとなくこんな感じだった。ということは、あの時から私の後をつけている。気持ち悪い、というよりも怖い。私は家族のところに行こうと思いました。しかしダッシュで逃げたら、相手もダッシュで追いかけてきそうな気がして怖かったので、なるべく平静を装って CD 売り場を出ました。しばらく歩いて、後ろを振り返ってみると、奴はいませんでした。あれ?と、拍子抜けしたと同時にほっとしました。私の勘違いだったのかな。とにかく家族を探そうと、エスカレーターで階を移動していると、ちょうど、上りと下りが交差するあたりで、奴と目が合ってしまったのです。やばい、と思った瞬間、なんと奴は、エスカレーターを逆走し始めました。やっぱり勘違いじゃない。再び恐怖が湧き上がってきます。私も走りました。一刻も早く家族に会いたい。その願いが通じたのか、エスカレーターを降りたところで家族と合流しました。なぜか私は、男に追われていることを話せず、早く帰ろう、そう言うのがやっとでした。買い物は終わっていたらしく、じゃあ帰ろうか、と言われて駐車場に向かいました。私はまだドキドキしていました。エスカレーターを逆走した奴は、同じ階、いや、もうこの近くにいるはずです。後ろから声がしました。一人じゃないのか。疑惑の兄。うちの兄はうつ病になって、大学をなんとか卒業したはいいが、現在は家で一日中ぼーっとしてる。何を考えているのかよくわからないし、行動もすごく遅くて、はっきり言って気持ちが悪い。というか怖い。そんな兄と両親と暮らしてる。ことが起こったのはある深夜のこと。いつも俺が夜のバイトを終えて帰ってきた時には、すでに両親と兄は寝ている。その夜も例外ではなく、みんな寝静まっていて、俺もそのまま床についた。ちなみに兄と両親は同じ部屋で寝ていて、俺はその隣の部屋で寝ている。仕切りの障子は開け放してある。で、しばらくうつらうつらしていると、誰かが起き出してトイレに行った。足音で兄だと分かった。まあそんなことはよくあるし、気にもしていなかった。そしてしばらくすると兄が帰ってきて、俺は薄目を開け、なんとなく兄の動きを見ていた。兄は寝室に入って、ゆっくりと床に向かう。と思った瞬間、ものすごい速さで、音もなくこちらに迫ってきた。兄の顔が、ぴたりと俺の前で静止して、俺が、あっと思った瞬間には、もう動けなくなった。それと同時に、聴覚への刺激があった。
兄の声だ。何かをブツブツと聞き取れないほど小さな声で言っている。それはお経だか呪文だか、何の抑揚もない不気味な調子で、とてつもない恐怖を感じた。なんだかわからないが、そのまま聞いていると気が狂いそうな感覚に襲われたのだ。このままではやばい、そう思った。体を動かそうとするが、まるで体に筋肉がないかのように全く動かない。声を出そうとしても、蚊の鳴くような声で、あーだか、うーだかしか出ない。焦りながら、もう一度体を動かそうとすると、解放されるかのように、体が動いて、声も出た。兄はもう俺のそばにはいなくて、布団に入るところ。半分狂ったようになりながら、兄ちゃん、今なんかしただろ、と繰り返す。兄は、何も、と言うだけ。恐怖に襲われながらも、すぐに寝入ってしまって、その日は何もない。あれから一週間経つが、あの時の声が今でも忘れられない。まるで俺を呪い殺そうとするような、じわじわと、生気を奪われそうな、不気味な声だった。あの日から兄の無表情の裏に、ものすごい殺意が潜んでいるような気がしてならない。最近は、寝ても寝ても疲れが取れないし、なんかノイローゼ気味。車に乗っていても気がついたらぼーっとしていて、一日に一回は急ブレーキを踏んでしまう。なんだか、このままじゃ本当に、いつか死んでしまいそうで。これは俺の考えすぎなんだろうか。姉貴の部屋。10年くらい前、友達だった先輩が自動車事故で死んだんだけど、それから1週間くらいした夜中の1時頃、3つ年上の姉貴の部屋から話し声がしたんだよ。テレビでも見てるのかなと思って、その時は特に気にしなかったんだけど、次の日俺が仕事が遅くなって、夜中の2時ぐらいに帰ったら、また姉貴の部屋から話し声がしたから、テレビをつけっぱなしで寝てるのかなと思って、ノックをしても反応がなくて、部屋に入ったら誰もいなかったんだよ。あれ?と思ったんだけど、その時は聞き間違いかと思って、姉貴も夜遊びでもしてるのかなって思って、自分の部屋に入って寝ようと思ったら、姉貴の部屋のドアが開く音がして、明らかに人の足音が廊下でしたんだ。3分前に俺が見た時は、確かに誰もいなかったはずなのに。本気で恐怖ってやつを実感して、どうしても廊下に出れなくて、その日は布団をかぶって寝たんだけど、翌朝姉貴の部屋に行ったら普通に寝ているんだよ。で、無理やり起こして、昨日どこに行ってたのって聞いたら、どこにも行っていないって言うし、夜中に廊下に出たかって聞いても出ていないと言うんだ。で、昨日お前はいなかったし、2時頃廊下に出る音がしたって言ったら、平然と、ああ、それは〇〇だ、と、死んだ先輩の名前を言いやがった。その時まで全然知らなかったんだけど、俺の姉貴は見える人だったらしい。死んだ先輩が、翌日から毎日来ていると言うんだ。姉貴は死んだ人と話ができるのかって聞いたら、話はできないから、ああ、いるな、と思うだけで、姉貴は全然気にはしていないらしい。でも、確かに昨日2時頃、姉貴部屋にいなかったぞって言ったら、
昨日はいつもよりもしつこくいたような気がしたけど、寝ちゃったからな、と平然としている。その時思い出したんだけど、死んだ先輩は奥さんも子供もいたんだけど、一緒に飲みに行った時、酔っ払って俺に、本当はお前の姉ちゃんが好きだったんだけど、振られたんだって言っていたことがあったんだよ。その時は嘘かと思って聞き流していたんだけど、姉貴が言うように、死んだ翌日から毎日来ているのが本当だとしたら、よほど未練があったのかなと。最後はしみじみした出来事でした。親戚のおばさん。20年近く前、まだ私が中学だった頃の話です。当時、親戚のおばさんで T さんという方がいました。小さい頃は気さくでよく喋る方だったのですが、旦那さんが病気で亡くなってからは性格が変わってしまって、ふさぎ込みがちになっているそうです。ある日の夜、部活のバスケの練習が終わりに差し掛かった頃、確か夜の8時半頃だと思います。学校の体育館の玄関口に T さんがやってきました。とりあえず私は、あれは親戚の人です、と顧問の先生に言うと、顧問の先生は会釈しながら玄関まで向かって、T さんと何やら喋っていました。顧問の先生が戻ってきて、深刻そうな顔で、お父さんが交通事故に遭ったらしい。え？そんな。あの親戚の方が車で迎えに来たそうだから、一緒に帰りなさい。私はもう何年も T さんとは会ってすらいませんでしたが、記憶には十分残っていましたので、本人であることには間違いがありません。気が動転しつつ、T さんの車に乗り込みました。車が出発した後、夜道を走りながら、私の方から T さんにいろいろと聞いてみました。お父さんは今どこにいるんですか？病院。どこの病院なんですか？ここから少し行ったところ。どんな状態なんですか？よくわからない。なんだか、そっけない返事ばかりです。車はちゃんと運転していましたが、感情が失せて、心ここにあらずという表情。しばらく走っていると、だんだん不審に思えてきました。どんどん郊外の方に向かっているんです。主だった病院は全部市内にあるし、私が住んでいる市は山あいに全部集中しているようなところで、山に一旦入ると、隣の市街地までは相当な距離があります。こちらから話しかけても、そっけなく短い答えが来るだけだし、昔の話を切り出そうとしても、そう、とつまらなさそうに反応するだけ。この、隣で運転しているおばさんは、本当に T さんなんだろうか。そんな風にすら思えてきました。そのうち、指導が寂しくなるあたりまで差し掛かりました。これを過ぎると、もう店らしい店すらなくなり、民家がポツンポツンとある程度です。まだ空いていて、照明が灯っていたホームセンターの前で、部活の用事を思い出したんで、先生に電話をしてきます。私は強引に車から降りて、ホームセンターの中まで入りました。窓からバレないようにこっそりと外を見ると、T さんが駐車場に車を止めて、ゆっくり店に歩いてくるのが見えました。何か嫌な予感がして、
私は大急ぎで反対側の出口から出て猛ダッシュ。運よく道路に通りがかったタクシーを捕まえ、自宅を告げて家に帰りました。家に着いてから母親にタクシー代を払ってもらって玄関から入ると、父親が普通に茶の間で座ってビールを飲んでテレビを見ていました。なんだ、イキリイキらして。私の方を見て、のんきそうにそう言ってきました。事情を説明すると、父親の顔がだんだん厳しい表情になってきました。T さんとは、旦那さんが亡くなった後、神経系の病院に通っているらしくて、少々言動もおかしくなってきていたため、もう何年も交流がないそうです。子供もおらず、一人だけ残された T さんは、精神的に疲れたのだろうと父親は言っていました。まずは T さんの自宅アパートまで電話。誰も出ません。T さんの実家に電話をして、T さんの母親に出来事を話しました。すると、二日前からパート先を無断欠勤していて、連絡が取れないとのこと。そろそろ向こうからも、こちらにも連絡しようと思っていたところだったそうです。T さんがあんな状態で、交流がなくなっていたため、遠慮して連絡が遅くなっていたらしいです。翌日警察に捜索を届け、調べてもらいましたが、T さんの部屋からは財布以外、これといった貴重品も持ち出されてはおらず、車と本人の行方が全くわからない状態だとのこと。ただ部屋には、やけにお酒の空き瓶が多くて、神経系の処方薬が何種類かあったそうです。あれから20年経過しましたが、おばさんの T さんは未だに行方がわかってはいません。おそらく私が、ホームセンターの窓越しに目撃したのが最後だと思います。長い期間行方不明のため、法律上も失踪扱いになりました。もしもあの日、私が車に乗せられるがままついて行っていたら、どうなっていたんだろうか。そして、私はどこに連れて行かれようとしていたのか。謎が多い出来事でした。偶然。最初の事件は、俺が中学卒業を控えた3月に起こった。今でも昨日のことのように覚えてる。3月4日、俺は友人と卒業旅行の計画を立てた。この時のメンバーは俺を含めて5人。ここでは友人 A、B、C、D としておく。みんないつも一緒に遊んでいて、とても仲が良かった。と言いたいけど、A と C はそれほどでもって感じだった。というのも、A が中3の1学期。引っ越しをしてきたその初日に、C と取っ組み合いの喧嘩をしたからだ。理由はしょうもないことなんだけど、A のことを田舎者と C が馬鹿にしたかららしい。A と C の間にはわだかまりはあったが、皆は仲が良かった。話を戻そう。旅行の計画を立てた俺たちだが、金がないことに気がつく。そこで A の提案で、卒業キャンプってどうかな、ということになった。キャンプって言ったって寒くない？どこに行くんだよ。知らんよ。山でいいやん。山行こうぜ。山、楽しそうやん。バーベキューしようや。あ、俺、明日誕生日やし、
ケーキ頼むよ。おう、俺もちょうどその2ヶ月後。C は何も関係ないやん。というか、金かかるけんケーキは嫌。そんな感じで、金網、寝袋、食料を持って、山の頂上でキャンプに決まった。翌日、昼の3時くらいから登り始めたのだが、荷物の多さと疲れから、10分おきに一時休憩をとっていたら、頂上に着く頃には、あたりは真っ暗になってた。とりあえず、山頂にある小屋で一服しながら、飯の準備班をじゃんけんで決める。俺と A と C は飯の準備、B と D はフリータイムだ。俺たちが火を起こす間、B と D は暇だったらしくて、街を一望できる絶好のスポットを探しに行った。火を起こしながら、俺と A と C はたわいもない話をしていた。その時、俺は何の気なしに、A と C が喧嘩した時のことを聞いてみた。昔の話やん。というかさ、俺たち実は幼稚園が一緒で幼馴染だったんだよ。何それ。なんでいきなり喧嘩したの？そりゃ、田舎者って言われたらさ、お前だってそうだろって思うだろ？ごめんって。そんな会話をしていたら、向こうの方で声がしてきた。おい、すげえ綺麗なスポットを発見。こっち来てみろよ。俺たちは立ち上がって、B と D の方に行こうとした。その時、小さなボロボロの神社と、鳥居を見つけた。暗かったから気がつかなかったんだろう。少し気味が悪くて怖かったんだけど、ビビリとは思われたくもなかったから俺はスルーした。そんなこんなで飯の準備もできて、みんな集まって食事をした。その後とりあえず夜景を見て、時間もちょうどいい感じに12時を回っていた。暇になった俺たちは寒いのもあって小屋に戻ることに。小屋といっても明かりもない、ちょっと広いバス停の小屋みたいな感じ。話すネタも尽きかけた頃、 D が怖い話をしようって言い出した。正直、ふざけるなよ、怖いのなんて嫌だってな感じなんだけど、好奇心もあって、 D から順番に一人ずつ話をすることになった。今思えば、ここからがおかしいことの始まりだったんだ。 D、俺、C、B、この4人が話し終えたが、正直どれも似た話でみんなゲラゲラと笑ってた。そして最後、A の番になった。さあ、ラストはすごいのを期待しとるぞ。早く。いやいや。なんだよそれ、話せよ。やめておこう。は？なんでもいいから。沈黙が流れた。突然 A が、わかった、話すよ。その代わり絶対に人には言うなよ。絶対だぞ。そう言って A は話し始めた。これは A のおじさんに起こった話らしい。 A が以前住んでいたところの話。A が以前住んでいたところはティーク。山を挟んで
発展した地区が俺たちが住むワイクだ。ティークは山の反対側ということでかなりの田舎。ワイクからティークに行くには峠を越える必要があって、その近くには霊園の池があった。そこは何度かテレビも来るほど巷では有名な心霊スポットだ。その霊園池の見える峠道のふもとの地区に A は住んでいて、彼の叔父やおばといった親族もその地区に住んでいたが、 A は両親の離婚をきっかけに俺たちが住むワイクへと父と二人引っ越してきた。ある晩 A の家に叔父から遊びに行くという電話があった。2時間後叔父が到着したのだが、明らかに様子が変だ。顔面蒼白、息を切らしながら目が泳いでいたという。変に思った A の父がどうかしたのかとおじに聞いてみた。やばい、どうしよう。なんでこんな。おい、わけがわからないことを言うな。落ち着いて話さんか。お、兄貴、俺、変なもの見てもうたわ。兄貴と昔、見たやつ。その瞬間、A の父の顔つきが変わった。言うな。おい A、お前、部屋に戻っとけ。A はそう言われて部屋に戻ろうとしたが、戻るふりをして話を盗み聞きしたらしい。お前、一から話せ。俺も昔のことで忘れてたけど、ここ来る途中で見てしまった。ティークからワイクに来る途中の峠道。車を走らせ、トンネルに差し掛かった頃、信号待ちで、ふと運転席側の窓を見たらしい。窓の外には、真っ暗で静まり返った霊園池が見える。道路から10メートルほどの崖下、何かが見える。池のほとりにある小さな井戸のところ、何かがいる。そこには髪が長い女らしき何かが、井戸から水を汲み上げては頭から水をかぶってる。時折ギャッギャッガーなどと言いながら笑い声を上げている。気が狂ったように水をかぶっては笑う、その行動の繰り返し。おじが怖くなって車を走らせようとしたとき、突然そいつが、見つけた。おじの方を向いて笑いながら何かを叫び出した。そいつの顔は何か何とも言えない。目と鼻や口の位置がぐちゃぐちゃ。何を言ってるのかも聞き取れない。ただ、前、という言葉だけがかろうじて聞き取れたらしい。おじは怖くなって、急いで車を走らせ、A の家に来た。ただのおかしい奴かとは思ったんだけどな。あのことを思い出した途端、怖くなってな。ただのおかしい奴だろう。気のせいだ。そうやろか。この時は、ただのおかしな奴で話を終わらせたらしい。それから2週間後の12月3日、午後8時頃、A の家に、
一本の電話がかかってきた。病院から。叔父が担ぎ込まれたとの電話だった。A と父はすぐ病院に行った。少し待たされ、叔父がいる病室に入る。医者によると、原因不明の病気とかではないらしく、ただ神経衰弱、一種の精神病かもしれないとのこと。病室に残された A と A の父。お前、前こいつが来た時に、俺たちの話聞いとったやろが。え？あ、うん。何も関係ない。いいか？もう絶対に忘れろ。少し気まずい空気が流れた。すると、突然ガバッとおじが起き上がって、ベッドの上に立ち上がり出した。おう、調子はどうだ？ A の父の問いかけに、おじは何も答えず、ベッドの上に立って二人を見下ろしている。この時、A は病室にいるおじの顔を初めて見たのだが、誰だこの人、と思ったらしい。それは A が知るおじの顔ではなく、何かこう、目や鼻が変形して、ぐちゃぐちゃの顔だったそうだ。瞬間、ギャッギャッギャッ。おじが笑い出した。ギャッギャッギャッ。お前、ゆうさん、ギャッギャッた、常備。A を指して、おじは言った。お前か、ギャッギャッギャッは、お前。次は A から A の父と、順に指を指していった。そしてなぜか、誰もいない A の父の隣を指した瞬間。うんうん、わかったる。おじはそう言うとにっこりと笑って、また布団の中に戻って横になった。この一連の行動は、30分間隔で起きたらしい。A が怖くなって震えていると、A の父は、今のことは誰にも言うなよ、と。ここで A による怖い話は終わった。こんなんかな、俺の怖い話は。ああ、絶対ここにおるもんだけの秘密だぞ。お前ふざけんなよ、これ。やばすぎるやろ。というか、昔のやつって誰なの？気になるじゃん。知らなくていいよ。怖いから話せよ。無理やな。お前たちには関係ないもん。お前、よくそんな話を。怖いじゃないか。ははは。いや、気持ち悪いって。それって、霊園の池に関係してるの？すると、それまで無口だった C が、小さな声で喋り出した。やめて。俺たちは好奇心から、A を問い詰めてでも、ことの真相を知りたかったが、それ以上は聞かなかった。はっきり言って全員、むちゃくちゃビビっていたからだ。夜の山というシチュエーション、何か怖かった。幽霊がどうとかって話じゃない。何か嫌だった。静まり返った暗い小屋。俺は空気を変えようと、とりあえず火をつけた。その火の明かりで一瞬、正面に座る A の顔が見えた。A は小屋の外に何かを見つけたような
はっとした顔をしていた。おい、A。もう怖がらせなくていいよ。やめてよ。外見てビビらせようとするなよ。うん。別に何も見えてねえよ。見えてないってなんだよ。もう誰も喋らない。喋れない。時刻は午前2時を回る。俺は A の話が怖すぎて、ずっと引きずっていた。ただでさえ小心者なのに、話がリアルすぎて怖かった。この小屋にはもういたくなかった。外にも出たくなかった。もう帰りたい。俺は変なものを見ないようにと、目を閉じて考えないようにしていた。そして、いつの間にか眠っていた。キ、バキ、バキ、バキ。変な音が聞こえる。怖くて敏感になっていた俺は、すぐ目が覚めた。バキ、外から聞こえる。木の枝が折れているような音。背筋がゾクッとした俺は、横にいる B を起こした。おい、B、起きろ。なんだよ、もう。おい、外からバキバキ聞こえるんだよ。起きろって。もうビビりすぎだよ。何も聞こえんや。ん？バキ。おい、今の音何？ちょっとやばいって。今の何の音だよ。わからんけど、木が折れる音じゃないかな。二人のやりとりに、D も目が覚めていた。ちょっと待て。お前ら喋るな。黙れ。バキ、バキ。確かに音が聞こえる。静まり返った山では響くように。俺の膝はガクガク。なんとか気を落ち着かせようとする。その時、あることに気がついてしまった。が、あえて言わなかった。怖くなったからだ。やばい。逃げるぞ。そこを逃げよう。A と C を起こして。え？あれ？いない。どこ行ったんだ？そう。A と C がいないことに気がついたんだ。あいつらの仕業？なんで？何のためだよ。とりあえず俺たちは外に出て、絶景スポットがある広い原っぱまで突っ走って逃げた。とりあえず A と C をどうする？待つしかないだろう。俺たちはそこで待った。20分後、向こうから誰かが来た。C だ。どこ行ってたんだよ、C。うん。小便。小屋に戻ったら誰もおらんかったわ。探したぞ。おい、C、A は？一緒に小便してたよ。というか、バキバキって聞こえただろ？いや、聞いてないけど。そんな。で、A は？いや、A はって。ん？ A のことだって、何とぼけてるんだよ。知らん。あ、意味がわかんないよ。A はどこなんだ？お前、A と一緒に小便しとったんだろ？お前今そう言ったよな。言ってない。
ちょっと、お前うざいよ。何言ってるんだ？ええで。あいつは先に小屋に戻るって言っていたよ。様子が変だ。なんだ？この C の意味不明な発言は。とにかく俺たちは二人ずつに分かれて A を探すことになった。時刻は午前4時を回る。あいつどこ行ったんだよ。早く出てこいよ、気味悪いのに。というかお前、何か知らないのかよ、C。知らんて。何お前、喧嘩売ってるの？あ、わかった。ドッキリか？もううざいぞ。ビビらせようとしてるんだろう、A と。ごめん。あのさ、実はさ、俺、A と小便してないんだよ。は？どういうことだよ。ちょっとやめてよ、怖いし、怒るぞ。ごめん。全部話すわ。C は話し出した。実は小屋の中でみんなが眠っていた時、A が小屋の外に出ていくのを見たらしい。C は気になって、A の後をついていった。A はボロボロの鳥居をくぐって、神社の前ですぐ止まった。すると神社の前で A は何か、誰かに話しかけるように手を合わせて喋っていたらしい。ニヤニヤと笑いながら。次に A は神社の横にある木の枝を折り出した。手頃な棒を探すように、折っては捨て、折っては捨て。ちょうどいい長さの棒切れになったのだろうか。A は折るのをやめて、次にポケットから数枚の紙切れを出して棒に貼り付けていった。次の瞬間、A が振り向いて、C に向かって走ってきた。C は怖くて動けなかったらしい。おい、おいおい、見た？お前、俺が今日なんであの話をしたかわかる？何のことだ？お前知ってんだろ？知らないよ。お前、わかってんだろ？知らないって。まあいいわ。言うなよ。ああ、みんなに俺のことごまかしとけよ。そうすりゃ、お前だけは見逃したるからな。俺だけは？そう。そう言うと A は山を降りていったらしい。それを聞いて俺はゾクッとした。というか A は普段そんなことを言うやつではない。そもそも知ってるって何をだよ。C に聞いてもわからないの一点張り。C は嘘をついているんだろうか。でもなぜ？ともかく B と D と合流して、俺はこのことを話した。はっきり言ってバカバカしい話だ。でも A はどこにもいない。もう泣きたかった。もちろん C を問い詰めたが、C も嘘をついているようには見えない。確かに A の荷物もなかった。明け方、とりあえず俺たちは下山して、その足で A の家に向かった。俺、B、D は少し切れ気味。C は若干震えていた。A の家に着いたが誰も出ない。
自己中野郎は寝てんだろ、と、切れ気味な俺たちは家に帰った。翌日、午前10時頃、俺の家の電話が鳴った。B からだ。ねえ、どうする？何が？いや、A のこと。ああ、後で A んとこ行こうよ。いや、違うんだよ。お前んち、警察から電話あった？え、警察？なんで？だから A のことで。だから A がどうしたの？はい、教えてよ。A が死んだ。昨日自宅で首を吊ってたって。そう聞かされた。俺は吐き気がした。なんで A が死ぬんだ？意味がわからなかった。嘘か？いや、嘘をつく必要なんかない。俺の頭は混乱していた。その後、俺の家にも警察から電話があって、俺たちは事情聴取を受けたが、遺書も発見されているため、自殺ということになった。一応遺書も見つかって、自殺ということは分かっているんだが、原因とか知らないかな。原因って、そんなことわからないですよ、僕にも。A 君に何か変わったこととかなかったかな？わからないです。あ、遺書。遺書には何て書いてたんですか？遺書ね。そばに木の棒が落ちていて、紙が貼り付けてあったんだよな。棒？そう、おかしいんだよ。その棒に、遺書らしき、札のような紙切れが貼り付けられてた。で、その紙にはなんて？こういうのはね、教えることはできないんだよ。そんなやりとりを終えて、俺は家に帰された。そして俺は、遺書のことを後で知ることになった。これは D から聞いたから、本当かどうかはわからないけど、その紙には、C の名前がぎっしりと書かれて、最後の行は、駆除、みんなごめん、と締めくくられていて、また A の顔は変形して、ぐちゃぐちゃに歪んでいたらしい。C の名前だけが書かれていた。そのことに違和感を持った俺たちは、C が何かを知っているに違いない、と C を問い詰めて話を聞いた。そして俺たちは、A と C だけが知る秘密を知ることになる。A は両親の離婚で引っ越してきた。そう俺たちは聞かされていたが、実は違っていたんだ。A のお母さんは亡くなっていたらしくて、理由はよくわからないけど、霊園池のほとりにある桜の木で首を吊っていたとか、その第一発見者が A と C だった。A と C は幼馴染で仲が良く、たまたま釣りに行った霊園池で見てしまった。発狂した A の母親が首を吊る一連の行為を。C はあまりに突然のことで傍観するだけで、隣にいた A は発狂したかのように突然笑い出して叫び出したという。それから数日後、A は学校には来なくなって、C もトラウマになっていたらしい。C は胸に抱える不安を取り除くように、なぜかもう一度、一人でその霊園池に行った。
その時見た光景。 A が一人で木に話しかけ、狂ったように叫び出して笑っていたという。その光景が目に焼き付いた C は、軽くショックを受けて引きこもりになったが、C の両親がその出来事を察知してか、C は俺たちの地区に引っ越してきたらしい。そんな話を聞いた俺たちは本当に後悔した。俺は A が大好きだった。すごくいいやつで、ひょうきん者だった。そんな A のことを一つも分かっていなかったばかりか、助けてもやれなかったからだ。そんな事件があった数ヶ月後、俺たちは中学を卒業して、俺と B は隣町の高校に、 D はワイクの高校に通っていた。 C はもういない。5月6日、自宅のマンションから飛び降りた。原因はわからない。意味わからないですよね。俺にもわからないんです。 A がなんで怖い話であの話を持ち出したのかもわからないです。すべて実話です。これは決して幽霊がどうたらって話じゃないんです。そんなんじゃないんです。すべて偶然、たまたま起こったことです。偶然です。 A も A のおじさんも C も偶然なんですよ。彼らの命日が誕生日であることもね。